子猫のチーが始まるよ。今日のレポートできた？大変だったね。苦っ。おかえり。はい、ミルク。わはい、ご飯。おお。うめえ。目がたくさん食べたね、こっち。やめろよマミ。はじめは全然懐かなかったのにね。だからくすぐったいっつーの。迎えに行ってきたよ。具合はどう？もう大丈夫みたいだよ。よっと。目が。ディープロ。お。身が。あ、こっち。ディープロ。やあ、こっち。ディープロ、大丈夫なのか？もう大丈夫。君は。あの後どうしていたんだい？俺は。あそこよ、あそこにいる。本当だ、猫が倒れてる。なんだ。やめろ。ディプロを離せ。目が。話せ。俺はあの後人間に連れて行かれたんだ。はい、飲んで。はい、食べて。はじめは変なやつだと思ったんだけど、毎日ミルクとご飯をくれてさ。ここで寝るんだよ。みが。寝床も作ってくれて。こっちの方が絶対いいよ。俺の名前呼んだか？ん？気のせいか。ねえねえ、絶対こっち。だからなんだよ。え？うん？こっち。みが。こっち。みが、こっち。みが、もしかしてこっち？だからなんだよ。やっぱりあなたこっちなの？みが、この子こっちだって。え？ねえ、こっち。みが、ほらね。こっちなんだね。俺の名前も知っててさ。そうだったのか。よかったね、こっち。お友達に会えて。え、なんだよ、くすぐってえな。やめろって。この待て。いや、来るんじゃねえ。穏やかなところだね。ああ。嵐の時とは大違いだ。本当にここなのか？ここだよ。ここで僕たちは溺れたんだ。あの時、君は僕を助けてくれた。ありがとう、こっち。ああ。
僕が旅をしているのはね、彼らを探しているからなんだ。彼らって前に言ってた一緒に暮らしてた人間のことか？もう一度会いたいんだ。ミゴ。だけどね、彼らはもしかしたらずっと遠いところに行ったのかもしれない。ずっと遠いところ？うん、僕たちが出会った海のその遥か先に行ったのかもしれない。海に先なんてあるのか？でもどうやってそこへ行けばいいかわからないんだけどね。たくさん食べてね。あ、もう行かなきゃ。おい、また後でね。よせやい。じゃあね。すっかり目が離せないみたいだね。そんなここはなんか。明日は一限からなんだよね。私はゼミだけだから楽ちん。いいな。なあディプロ。ん？ここはお家なのかな。どうだろう。マミは本当。彼らにとってここは大切な場所のようだよ。お家に似ている匂いだ。なあディプロ、いつか俺にもお家ができるかな。きっと見つかるよ、こっちのお家。2匹とも仲良しね。ねえねえ、どうして大人の猫しか首輪してないのかな。こっちは野良猫さんなのかな。やめろよ。へへへへへ。やめろよ。だからやめろって。それ。さらにそれ。やめろって。ほらこっち。みご。こっち。どうした？こっち。おい。苦しいよ。あったけ。本当に買うの？教授もオッケーだって。早くバス出ちゃうよ。わかってる。じゃあねこっち。また明日。みが。ずっとここにいたいと思うかい？え？ずっとここにいたいかい？まあ、飯も食べられるし、ずっといてもいいかな。ここはお家だ。え？
お家。なあディプロ、手おい。おやすみ。おやすみ。お家か。マミとコッチ、このまま幸せに暮らすのか。次回コッチたどり着く。突き進めコッチ。にゃあっち向いてホイ。